おはようございます。おはようございます。桃花さん、おはようございます。8月の、9、朝の電動放送です。まゆちゃん、りえさん、かずさん、今日も、朝、集まります。ひこさん、ダリルさん、太陽さん、私たちには希望があります。アラソラさん、カツヤさん、よろしくさん、ユウさん、おはようございます。私たちは、ネットで会います。ネットで集まります。シリマルさん、ハレルヤ、ルルさん、おはようございます。私たちは、孤独ではありません。私たちにはイエス様がおります。そして兄弟姉妹がおります。私たちは孤独ではありません。ハナさん、おはようございます。ゴマちゃん、おはようございます。ノザルさん、おはようございます。私たちは、一人で生きているのではありません。私たちは、自分のために生きているのではありません。私たちは兄弟姉妹と共に私たちを作ってくださった方、私たちを救ってくださった方、私たちを愛してくださる方のために歩みます。サミヤさん、新しい日、新しい朝、おはようございます。はい、サミヤさんは、イラクから来てくれています。素晴らしい、イラクから来てくださっています。そして、ネパール、タルシさんは、ですね、ネパールですね。ネパールからも来てくれています。牧師は車運転しないの。あ、時々します。アイポンさん、おはようございます。今日の天気です。いい天気です。今日は台風の影響でやや涼しいですね。やや涼しくて、嬉しいです。猛暑。まあ猛暑かもしれませんが、若干涼しくて、まあこれから台風の影響で雨が降るようなこともあるかもしれません。優しい運転お願いします。はい、ひかるさん、神に感謝します。サミヤさんはバビロン市、バビロン市っていうのがあるんですね。皆さんね、イラクにバビロン市っていうのがあるんですよ。皆さん、あのバビロンですよ。皆さん、バベルの塔があったところ、そして、そうですね、バビロン捕囚があったところ、そして黙示録に、バビロンっていう、都が出てきますが、イラクに今でもバビロンっていう町があるんですね。まあ行ってみたいという気持ちはありますが。今はイラクはちょっと内戦中ですから、ちょっと危なくていけないですけど。ミサリさん、おはようございます。リュービさん、おはようございます。トモさん、おはようございます。バビロン、バビロンっていう街が今でもあるんですね。はい、ちょっとムクゲがきれいに咲いてますから、ちょっとムクゲをお見せしましょう。ムクゲですね。そして、こっちの山を、森をお見せしましょう。バビロンとバビロニアは違うものですか？バビロニアっていうのはバビロンのという意味じゃないでしょうかね。バビロンの。納豆さん、おはようございます。私たちは、希望があります。私たちの希望はこの世の希望とは違います。この世の希望は
ですね、この世的なものです。旅行とか、それから結婚とか、仕事とか、何か欲しいものとか、家とか、この世の希望はこの世のものです。そしてこの世の希望は一時的なものです。この世の希望はなくなる希望です。ちょっと皆さんの希望を聞いていきましょうね。はい、私の希望はこれです。皆さんの希望を書いてください。玉川学園は自然がいっぱいですね。そうですね、玉川県は比較的希望が、自然が多いです。はい、もうかさん、イエス様が希望です。イエス様が希望です。本当の希望、本当の希望、それはイエス様です。ユウさん、天国に行けること、天国に行けることも希望ですね。サミヤさん、今はバビロン市が世界遺産になりました。バビロン市が世界遺産になったそうです。ヒカルさん、明るい未来が見えません。ヒカルさん、それは結局希望がないということです、ね、希望を持っていないということです。多くの人はですね、一時的な希望があったかもしれません。しかしそれが失望に終わって、多くの人は、その失望してですね、希望がなくなってしまいます。この世の中というのは、サタンによって破壊されて、昨日の夜のメッセージではないですが、サタンは私たちの希望を破壊します。多くの人の希望は破壊されています。しかし破壊されない唯一の希望、サタンが破壊できない唯一の希望、それがイエス様です。イエス様は悪魔に勝利しましたから。サタンは悪魔、サタンはイエス様という希望を壊すことはできません。皆さんは、本当の希望を持っています。イエス・キリストを信じる者は本当の希望を持っています。その希望はなくなりません。なぜならばそれは、その本当の希望だからです。全能の力、全知全能の力、神の力ですから、そのなくならない希望なんです。この世の希望はなくなります。お金があってもなくなります。結婚しても離婚したり、結婚相手がなくなったりします。仕事が希望の人は、仕事が失業したり、会社が倒産したりします。リストラされます。健康が希望の人は病気になったりします。家族が希望の人は、家族が亡くなることがあります。自分が希望の人は、自分が何か挫折して弱ってしまって、自分という希望が、自信をなくしたりします。また誰か、人間を希望に置いても、人間は罪があり、また死んでしまいます。また特別な考え方を希望に置いても、それは真理ではないのでうまくいきません。太郎さん、夫がひどい DV でも離婚してはいけませんか？聖書によると離婚してはいけないんですね。不倫以外では離婚してはいけないと書いてあります。それは、理由があります。ヒットさん、おはようございます。
サミヤさん、俺の希望、神様に大きな希望です。神様は大きな希望です。サミヤさんの希望は神様です。希望をなくした人にはですね、希望を伝えるのです。聖書にこういう言葉があります。あなた方の希望、ね、あなた方の希望を、伝えなさいとあります。皆さん、今ですね、失望している人が多いのです。失望して絶望している人が多いです。そういう、絶望の社会、絶望の社会で私たちは希望を持って生きることができます。私たちは、イエス様を信じて、イエス様の言葉を信じて、私たちの未来を信じます。私たちの未来は素晴らしい未来です。それは永遠の命です。それは天国です。そしてそれは、イエス・キリストを信じて、信じることができます。信仰によって、希望を持てるのです。アメリカの方が過ごしやすかったですか？そうですね、湿気がないし、気温も低いです。気候的にはアメリカの方がいいですね。ひどい DV より不倫の方が罪深いんですか？そうですね、結局結婚というのは、男女関係です。 DV っていうのは、男女関係のことではなく、不倫は男女関係のことです。ですから、どっちが罪が多いかということよりも罪の性質ですね。不倫という罪、それはですね、男女関係を壊す、結婚を壊すということですね。DV はですね、信頼関係を壊すかもしれませんが、男女関係を壊さないんですね。ちょっとそこのとこは説明がまだ十分じゃないかもしれません。でもですね、不倫したから離婚しなきゃいけないということではありません。多くのクリスチャンは結婚相手が不倫しても許して離婚しない人もたくさんいます。それが理想的です。それが理想的ですが、しかし、場合によっては、離婚せざるを得なくなることがあるでしょう。マリアさん、眼瞼下垂の手術をしたら目がもっと開きます。眼瞼下垂、まぶたのことですかね。まぶたの手術をしたらもっと目が開きます。男女関係が一番大事というよりも、神様は結婚を大事にします。結婚は、キリストと教会を表します。単なる生物学的な問題ではありません。結婚というのは信仰を表すんです。キリストと教会を表します。ですから、私は離婚を憎む、私は離婚を憎むと神様は言われました。世の中は結婚を壊そうとします。世の中、悪魔は神様の秩序を壊そうとして、離婚を壊そうとしています。その一つは不倫であり、その一つは同性婚であり、その一つは、不貧困ですね。不貧困や不倫や同性婚や、そういうことによって、悪魔は結婚を汚そうとしています。結婚を壊そうとしています。ですから、恋愛結婚はうまくいきません。恋愛結婚っていうのは、愛がないのに、本当の愛がないのに結婚しようとしていることです。神の愛で、結婚することが本当の結婚です。多くの人の結婚は壊れています。ぼっちさん、結婚後に風俗行くって不倫ですか？もちろんそれは不倫です。
それは、大きな罪です。大きな罪です。ですからぜひ皆さん、私たちは、正しい生き方をして、正しい生き方をして希望のある生き方をしましょう。罪を犯すというのは自分のせっかくの希望を壊すことです。罪を犯すということは自分の将来を壊すことなんです。不倫や不銀行がいかに結婚を怪我し、破壊し、人生を破壊するかということを多くの人は知りません。ちょっとぐらいいいじゃないか、ちょっとぐらい楽しんでもいいんじゃないか、多くの人はいかにそれが危険かということを知りません。多くの人は罪によって結婚を壊し、人生を壊し、人間関係を壊し、自分の心を壊します。罪によってサタンが入り、サタンが希望を絶望に変えていきます。多くの人はそのことを知らないで、自分で自分の希望を壊し、自分で自分の人生を壊しているということを知りません。皆さんは分かってきました。皆さんは罪を犯したら、人生が壊れる。罪を犯したら、その未来が壊れるということを皆さんは学んできました。そればかりか、イエス・キリストを信じるというのは本当の希望を持つことであり、イエス様に信頼して生きるならば希望が増し加わるということを学んでいます。昔の人はたくさんの奥さんいたけど、それも罪、もちろん罪ですよ。それは罪です。ぜひ皆さん、私はイエス・キリストを信じて40年経ちました。40年以上信仰があります。40年間希望に満ちていました。40年間、失望したことがありません。いや、根本的にということです。根本的に絶望したり、根本的に失望したことはありません。なぜならイエス様が希望だからです。むしろ40年間希望が増し加わっています。希望が増し加わっています。ますます希望が強くなっています。皆さん、希望があるってすごいと思いませんか？今の時代、特に今の時代、希望があるってすごいと思いませんか？希望のある人は少ないと思いませんか？希望に生きるって素晴らしいと思いませんか？私は希望に満ちて歩んでます。希望を持って歩んでます。失望しません。絶望しません。何があっても絶望しません。どんなことがあっても絶望しません。イエス様がおられますから。イエス様がいるなら何があっても絶望しません。ぼっちさん、離婚しても再婚しちゃダメなんでしょう？聖書では離婚も再婚も禁じてます。離婚も再婚も禁じてます。厳しいというかもしれませんが、それは意味があるんですね。なぜ再婚がいけないのか、それ理由があります。まあ、ちょっと説明が長いので今日は言いませんが、離婚も再婚も良くない。むしろ、壊してしまう、ね、人生を壊してしまうんです。多くの幼児虐待は、ママ父ママ母の幼児虐待が多いのです。再婚によって子供が虐待されることが多いのです。それはやはり、再婚が良くないということの一つの理由です。子供は再婚を喜ばないんですね。死別も再婚はダメですか？死別の場合はいいとされてますね。聖書では、相手が死んだ場合には再婚 OK ですね。でも再婚した方がいいということではありません。相手が死んだ場合は再婚は罪ではないですけど、しない方がいい場合も多いです。一人で生きていけない。トモさん、ですからイエス様が必要なんです。
イエス様がおられて兄弟姉妹がいるならば、一人で生きていけます、結婚だけがそのなんて言うんでしょうかね、励ましになるわけではありません、人間は、結婚が全てではありません、私たちは良い人間関係を持つことができます。良い人間関係を持つことができます、むしろ悪い結婚ならばかえって傷つけ合ってしまいます。悪い結婚ならばかえってですね、苦しくなります。イエス様、ヤギさん、夜寝るとき祈って寝てください、イエス様を求めてください。そうすれば恐れがなくなるでしょう。ますます世の中は悪くなって、ますます多くの人は失望します。いろんな災い、災害が起きて、火山、噴火や地震や、不景気が来て、世の中はもっともっと失望してきます。犯罪が増え、家庭が崩壊し、離婚が増えて、多くの人はますます失望していきます。その中で私たちは希望に満ちて歩むことができます。生き生きと生きることができます。ペテロもパウロも、伝道して牢屋に捕まった時に失望しませんでした。牢屋の中に入っても、ペテロやパウロは賛美しました。牢屋の中で、イエス様を褒めたたえたんです。どんな状況でも私たちは、イエス様が見放すことはありません。どんな状況でもイエス様は私たちを見捨てません。皆さん考えてください、お金に希望を持つということは、お金には何の人格もないし、意志もないし、力もないのです。お金は単なる道具です。しかしそういうものに希望を置いている人がたくさんいます。そうではありません。私たちは、本当に力があり、人格があり、愛してくださっている方がいるのです。私たちはそういう方に信頼しないで、虚しいことに希望を置きます。それが偶像崇拝です。偶像崇拝というのは、イエス様以外のものに期待すること、イエス様じゃないものに希望を置くこと、それが偶像崇拝です。ぜひ皆さんはそのような失望するような生き方ではなく、希望に満ちた生き方をすることができます。ぜひ皆さん、私たちは多くの人が絶望する中で、私たちは希望で生き生きします。それが世の光です。世の光とは何ですか。みんなが暗い心を持っている中で、私たちは明るく生きることです。私たちが希望を持って明るく生きるならば、それが世の光です。私たちは、希望を持って生き生きと生きることができるんです。太郎さん、お金は偶像なのに教会が献金を集めるのはなぜですか。お金が偶像なのではありません。お金をに信頼を置くことが偶像なのです。お金は手段ですよね、手段。ですからお金を正しく使うことは問題ありません。問題なのはお金に頼ること、お金に希望を置くこと、お金を愛すること、そこに問題があるんですね。神様は私たちに必要なお金も与えてくれます。神様は、必要なお金を与えてくれます。皆さんぜひその全てのことを与えてくれる、神様に信頼しましょう。多くの人は、お金そのものを求めますか。そうではありません。お金をくださる方を求めましょう、ね。
お金をくださる方を求めましょう。お金を求めても、それはお金は来ません。結婚さん、キューちゃんは米国からお帰りになってから一層パワーアップしたいと思います。ありがとうございます。アメン。そうですね、今週、アメリカから帰ってきて、油注ぎを受けてパワーアップしたと思います。パワーアップしたと思います。はい、ともさん、そのお母さんが、いい手術ができるように祈ります。そのお母さんが、手術が成功するように祈ります。成功するように祈ります。それでは、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、希望に満ち溢れるようになった証。イエス様を信じて、絶望から立ち直った証。イエス様を信じて、いつも、いつも喜べるようになった証。スタート。スタート。スタート。いつも喜べるようになった証。スタート。スタート。モーカさん、以前は絶望感でいっぱいの日々でした。私も今はイエス様を信仰し、希望に満ち溢れています。試練も喜べるようになり、悪魔の誘惑がはっきり分かってきました。アメン。以前は絶望感でいっぱいだった。大変でしたね。本当に苦しかったですね。しかし今は希望に満ち溢れています。素晴らしい。絶望だった。モーカさんが今は希望に満ち溢れています。そしてそれも一時的ではありません、ずっとなんです。モーカさんはずっと希望に満ち溢れています。希望があるってすごいでしょ。皆さん、希望があるってすごいですよね。そして試練も喜べるようになったんです。多くの人は試練に負けてしまいますが、希望がある人は試練に負けないのです。希望がない人は試練に負けてしまいます。もっと失望します。希望のない人はもっと失望しますが、希望のある人は試練に打ち勝つことができます。試練があっても負けません。試練があっても希望で希望を保つことができます。しかし間違った希望ではすぐなくなります。間違った希望はすぐにメッキが剥げて、間違った希望はすぐなくなってしまうんです。多くの人が、アップダウンするのは、心がアップダウンするのは間違った希望を持っているからです。しかしイエス・キリストを持っているものは安定した希望、アップダウンの少ない安定した希望を持つことができます。希望があるってすごいことなんです。いや、希望を持つべきなんです。すべての人が、そのような希望を持つべきなんです。ジュデロンさん、なぜ多くの日本人は人生に絶望してるんですか？サタンに食いつぶされてるからですね。サタンは人々を失望して、人々が喜ばないように、人々が不幸になるように、思っているんです。サタンの目論みが、実行されているんです。サタンによってみんなは、絶望に向かっているんです。ユウさん、キューちゃん牧師の放送に来られるのも希望があるからです。アメン。そうです、ユウさん、この放送を見て、希望をさらに強めることができます。弱い希望じゃなくて、だんだん信仰が強くなると、希望も強くなります。希望が強くなれば、どんな試練でも乗り越えることができます。信仰が強ければ何があっても負けません。どんな時でも大丈夫、イエス様がいるから大丈夫、
何かがあっても動揺しません。地震があっても動揺しません。火山があっても動揺しません、お金を落としてもお財布を落としても動揺しません、何か事故にあっても、ね、病気になっても動揺しません。すぐに祈ります。すぐに祈ります。私たちはイエス様がそばにいます。心配いりません。重度障害者はどうやって希望を持てますか。障害者の方でですね、クリスチャンの方たくさんいますね。障害者の方は意外とクリスチャンの方が多いのです。彼らは障害があっても生き生き生きているクリスチャンがたくさんいます。障害があっても生き生き生きているクリスチャンたくさんいますよ。ぼっちさん、お財布落としたら動揺する。キュウちゃん、本当ですか。本当ですよ。本当ですよ。皆さん、日本にもですね、レーナ・マリアという、ね、レーナ・マリアという、手がない方が来たことが今、何回も来ましたけど、彼女は希望に満ちています。また、V7さんというアメリカ人の男性も、手足がありませんけど、希望に満ちています。それから、富野、ごめんなさい、名前が出てきません。富野なんとかっていう方ですね。その方も、全身、麻痺の方ですが、クリスチャンで希望があります。ですから皆さん、状況で希望がなくすことはないのです。障害者がキューチャーの教会にいないのは断っているからですか。私の教会は糖質の方がたくさんいます。糖質の方がたくさんいますね。はい、でもそういう方々が希望を持っていますね。希望を持っています。小一さんね、希望を持って喜ぶことですね。イエスキリストを信じて喜ぶことです。喜ぶだけでいろんな病気が治ります。喜ぶだけで、病気が治っていきます。ぜひ皆さん、いろんな、失望絶望がいろんな病気になります。憎しみを捨て、怒りを捨て、希望を持つならばもうそれだけで健康になっていきます。希望がないから病気になるんですね。希望がないから病気になります。希望を持つならば、イエスキリストを希望にするならば、心が健康になり、そして体が健康になります。希望を持って喜ぶ、希望を持って喜ぶ、それは信仰が必要ですが、信仰が必要ですが、それは本当に、素晴らしいことなんです。素晴らしいことなんです。今日は長崎の日です。被爆は本当に悲惨なことでした。たくさんの人が、死んでしまいました。家族はどんなに絶望したでしょう。家族はどんなに絶望したでしょうか。彼らに希望が必要です。星野富野さんですね。そうですね。星野富野さんは全身麻痺ですが、イエス様を信じて希望を持っています。天国に行けば障害が治るんです。皆さん信じますか。天国に行ったら障害が治るって信じますか。天国に行ったら障害が治ります。病気で痛がっているのに喜ぶのか。そうです。痛がっている時はね、ぜひ祈ると
痛みが減ってきます。黙さん信じます。黙祷しちゃダメなんですか？黙祷はですね、何回も説明します。死者を拝みます。だから死者を拝むということは、それは、死が入ってくるということですね。死者を拝むと死が入ります。死者を拝むと死が入ってきます。十字架を拝むと命が入ってきます。ぜひそのことを理解してください。多くの人は、偶像崇拝することによって失望していくのです。偶像崇拝することによって死が入り、悪霊が入り、人生が破壊されていきます。そのことを皆さん知ってください。信じてください。ですから希望に満ちるためにはそういうことを知らなければなりません。偶像崇拝をしてて希望に満ちることはありません。不信仰して希望に満ちることはありません。罪を犯して希望に満ちることはできないのです。ジルドムさん、もうわかるでしょね。参拝しない方がいいってことはもうわかるでしょ。理解してください。何回も説明しています。あとは皆さんが悟るだけです。太郎さん、自然な行為ではないのです。死者を拝むというのは自然な行為ではありません。神を拝むことこそ自然な行為なんです。それは大きな勘違いです。これから1週間、大事な霊的な戦いです。皆さんが、偶像崇拝を悔い改め、偶像崇拝で、悔い改め、イエス様を信じて喜びましょうね。イエス様を信じて希望で満ちて歩みましょう。そうすれば他の人を元気づけることができます。他の人に、他の元気のない人に希望を与えることができます。それが伝道です。それが伝道です。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、希望があるってすごい、希望があるってすごい、希望が欲しい、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて希望にあふれたい、希望にあふれたい、そう思う方はアメンと言ってください。イエス・キリストを自分の希望とする人、イエス・キリストを自分の希望とする人、アメンと言ってください。アメン、アメン。マグさん、親を許しましょう。マグさん、親を許しましょう。タロさん、イエス様を信じます。イエス様を信じます。イエス様を信じます。アメン。イエスキリストを信じることが希望です。イエスキリストを信じることが希望です。イエス様は誠実なお方、良い方です。私たちを愛しています。その方を信じるのです。物やお金や、ね、木や石を信じるのではありません。単なる間違った概念を信じるのではありません。素晴らしい方を信じるのです。生きていて、ね、生きていてこの世界を支配している方を信じるのです。イエス・キリストを信じるというのは生きている神を信じることです。イエス・キリストを信じるというのは最高の希望を持つことです。最高の希望を持つことです。イエス・キリストを信じる者は失望することはありません。イエス・キリストを信じる者は失望することはありません。人間を信じても裏切られます。多くの人が人間不信なのは人間を信じるからです。人間を信じても失望するだけです。ノートさんは、失望します。ノートさん失望します。ですからイエス・キリストを信じましょう。天のお父様、感謝します。私たちは以前は絶望でした。以前は失望でした。もう本当に希望のない人生は苦しいです。希望のない人生は苦しいです。多くの人は、苦しい人生を送っています。しかし私たちはイエス様と出会ってイエス様を信じて、希望の人生に変わりました。私たちには希望があります。本当の希望があります。永遠の希望があります。決して失望しません。私たちは決して失望しません。どんなことがあっても、どんなことがあっても失望しません。なぜならあなたがいるからです。あなたが私たちの心の中におられるから私たちは失
望しません。あなたが希望だからです。あなたが私たちの心の中にいてくださるから、私たちは失望しません。あなたに信頼してあります。あなた以外のものに頼りません。あなた以外のものに頼りません。お金や政府や、自分自身や人間に頼りません。あなただけに頼ります。イエス様、あなただけに頼ります。あなただけに頼ります。あなたが私たちの希望です。イエス様、あなたこそ私たちの希望です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、今日も、希望で喜んで歩みましょう。嫌なことがあっても、もう気にしなくていいのです。辛いことがあっても、気にしなくていいのです。私たちはイエス・キリストがおられるのですから、ね。決してがっかりしてはいけません。ね。もう、心配したり、恐れたり、悩んだりしなくていいんです。もうどんなことがあっても喜びましょう。どんなことがあっても喜ぶのです。私たちには本当の希望があるからです。心配しないでください。恐れないでください。喜びましょう。喜びましょう。私たちは永遠の命があるんです。天国に行けるのです。イエス様がおられるのです。喜びましょう。喜びましょう。喜びましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン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 。